だけのことはある。見えたの世界、インドに存在する俺を看破する。なんと、何かの攻撃に気を張っておけ。おっと、こいつにやられたのは納得できない。どうしてもまだらが邪魔だったわよ。熱くなりすぎるな。踏み込みが足りん。なると、奴の隙を作った後は分かってるな。リンボ天国。どうやってこれほどの力を手に入れたという。今さらそんなことはどうでもいい。何があったにしろ、今のこいつらはただのガキではないと理解しなかった。お前たちの奮戦もこれで終わりだ。リンボ天国。目覚めよ、選択せよ。さっさと呼べ。さすがに仕留めきれんか。移動した。影を身代わりにしたのか。まずいってばよ。あっちにはカカシ先生がいる。うわあ、ようやくだ。本当にやっていいのね。早く俺の左目を。そうはさせんぞ。カムイ。さくらか。ここはカカシ先生。先生、左目。オビトはどうした。そっちにマダラも飛んだはずだが。マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生、その左目ちょっと見せてもらっていい。よし、カカシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども、この方法で害も。うん、
話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。お？お前たち、鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん。チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト。オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらにリンネガンが揃った今、俺は陸道をも超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。神の目から見れば、お前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。気づいてんな。 あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。まさかスサノオを使えるとはな。いかに力をつけたお前でも5人もの俺を相手にするのは厳しい。さて、どう対処する？見せてもらうぞ、サスケ。サスケ、俺もやるってばよ。落としてろ。俺が勝つのを見出す。それまで手を出す。楽しませてくれるな。シナリシナリシナリ。認めてやろう。お前はウチハ一族の中でもここからが真の戦いだ。まずは一体。反応速度が鈍っているぞ。安心しろ。この苦しみはもうすぐ終わる。よっしゃ。シナリシナリ。サスケ、気をつけろ。嫌な予感がする。シナリ。シナリ。シナリ。ここで無様に果てるがいい。
目から逃さん。サスケは俺に近しいものを持っているようだな。この礼、この攻撃逃さん。もう抑えられんぞ。もう少しだぞ柱の。もう少しで俺の道が正しかったことがわかるぞ。真の意味で人々が幸せになる。俺の無限つくよみによってな。忍びたちの道。目覚めよ、お前は選択す。次で決めっぞ、サスケ。ああ。
その俺が貴様ら、貴様らごとき、この俺がここまで見事と言うしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ、ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。石碑によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。これはまずい。サスケ、おっと、土壇場で気づいたか。まあいい、これで夜を照らせ、無限月読み、今一つとなるのだ。一体どうしたというのじゃ。仕上げだ。神樹海降誕。ナルトくん、どうなった。お前の仲間たちはおねんね中だ。もっともサスケのスサノオには聞かなかったみたいだが。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み、虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つくよみの作る甘美なる夢に溺え、まさに幸せを満喫しているだろう。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、全て終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメ、クロゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様。とでも言うと思ったか。とクロゼツ、貴様、マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。な、何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志はかぐやだ。かぐやだと？
前が無限つくよみを完成させチャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。すまん。何？どうなってるの？サスケ、あいつ。ああ、カグヤと言った。カグヤ？陸道仙人の母ちゃんだってばよ。まさか、奴の目的は。あっ！なんだ？これはチャクラだ。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇めを恐れた。サスケ。ああ、間違いない。こいつがおじいちゃんが言ってた大月かぐや。Thank you.